どうも、マキロンです。今回なんです。もう今回ね、日曜日の魚市場にやってきました。そしてね、昨日の土曜日も結構魚がたくさんいたんですが、今日は昨日の倍ぐらいの船が出てくれたそうなので、今回もめちゃめちゃ期待できるかと思います。なのでね、今回も僕と一緒に最高の市場巡りを楽しんでもらえたら嬉しいです。そして僕の動画では、日本一詳しく魚市場に特化するアップしてるんで、市場の最新情報をいち早く知りたいよって方いましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは今日も楽しみいただきましょう。あ、それもあると思いますよ、もちろん。なんかこう、こういうとこ塗ってる。あ、そう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 。全然みんなやってる。そう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 。おはようございます。
いませ。はい。今日は安い。お姉様だ。あ、まだ、あ、今日はありがとうございました。いや、全然、もったいしゃまじゃないですけど。シマイシガニとセミエビ。ここら辺では全然取れないですもんね。一個ずつあるだ。あの子に一個ずつ買ってもらって。何ある。うん、はい、いらっしゃいませ。戦いだと思う。
食べたことあるんですか。美味しいという。あれね、何でも使えるお砂糖だもんで、現地の人はそういう料理に使うらしい。そのまま食べてもいいよ。あ、そのまま食べてもめちゃ甘い、甘いから。そうそうそう、珍しいのだけ。めっちゃ珍しい、これ何、ね、しかも池じゃないですか。食べるんですけど、昨日このエビカツ食べたらめっちゃうまくて、ちょっとねこれおすすめ、一回食べてほしいな。ただいまということで、ね、今日も市場を回ってきたんですけども、今日もたくさんの方お声掛けをお願いします。そして今回はね、船が出てる割には結構魚が少なかった感じがしました。ただね、だんだん春になってきたってことで、メバルが結構いい型になってきて、だいぶ超えてきました。なのでね、ぜひ皆さんもこれから旬が来る黒メバル、まだ食べてない方いましたら、極上の煮付けにして食べてみてはいかがでしょうか。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれてほんとにあらす。これからも僕の動画では、日本一わかりやすく、魚市場の動画を最速で更新してきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。